そういえば東海何かご用武器の強化なら ありがとうございます何かご用武器の強化ならいつ
やって。おしまいだ。あの子も不憫だと思うんだけど。村はカイネに助けられたんだ。Thank you.
これがわしの卵か。呪われたよそ者が。まったく面倒な仕事を引き受けたものだ。ぼやかないぼやかない。この卵、店に売れば高値で売れるのであろう。そうだけどダメだよ。おばあちゃんが待ってるんだから。おい先短い老婆のことよりも我らの懐具合の心配を。何ブツブツ言ってるの。とにかくダメだよ。あんな人が来るなんて。カイネ、魔物さえ現れなければカイネも。まったく、いつまでも陰気なことだ。この子も本当はいい子だと思うんだけど。どうやらこの家が花屋ルスコの。いや、人の暮らしているけ。ここにいても仕方がないな。いなかったね、彼女さん。はあ、やっぱりシロの言ってた通り、離れていたのが良くなかったのかな。今となっては正しき答えが何かなどわからぬ。男の元へ向かおう。
お、魔物が持っていたのは花？この花はフリージアであるな。彼女さん、魔物に襲っ…
狩りへ出る前に。戦いに来て。お庭をおはっ。ひっ。北平家羊の荷。一部どうせ仕事。いらっしゃい。わしの卵を。ありがとう。はい、できた。これをうちのばあさんに渡してもらえるかな。図書館前の噴水のところにいると思う。おばあちゃんにだよね。
いら人この村だけ、あと館長のポポル、この辺じゃ帰っ、また何かいいアイデアが見つかりました。あれ、さあ、ニジマスを7匹釣って、手紙どうでしたか？ごめん、家帰りに魔物に遭遇して、まさか襲われた？いや、きっと生きて、そう、いつ彼女がここに来てもいいように僕は
別の夢を探し、あんな婆さんでも。ああ。
嫌って。また。お庭をお花。綺麗な。一部の門番の人どうせ仕事が終わっ。羊狩りお願いね。おばあちゃん、また薬を届け。わざわざありがとうございます。最近ちゃんと自分の体も大切に。何度も気を使ってくれてありがとうね。